こんにちは、速稼塾の久保でございます。今回はね、イーサリアムについてちょっと話してみようかと思うんですよ。まあ、イーサリアムっていうのは誰でも知っているアルトコインの筆頭だと思います。XRP がね、最近はあんまり安定する人気を出していないのと、価格がやっぱり下がる一方で、それがまあ顧客離れを起こしているってところもあったりね。あとは触れ込み通りの実用性がないってことで、最近はね、ちょっと勢いを落としてきてるんですよね。まあ、それに引き換え、イーサリアムっていうのは、相変わらずの急成長ぶりと言いますかね、やっぱり安定した強さを持ってるなと思います。さすがアルトコインの筆頭だなっていうふうに思いますし、カルダノエーダを作ったチャールズ・ホスキンソンさんが中心メンバーとなってね、作成した、アルトコインのリーダーと言えるような存在だと思うところですけども、このイーサリアムの特徴っていうのがライデンネットワークっていうところにあるのはよく知られたことなんですよ。このライデンネットワークなんですけども、ちょっとね、メモを読みながらお話しさせていただくと、イーサリアムには送金処理に時間がかかってしまうというね、スケーラビリティ問題っていうのが随分長い間ありました。これがですね、近々ライデンネットワークによって改善される可能性があるということなんですよ。じゃあライデンネットワークって一体何なのかってことはちょっと置いといてですね、もうちょっとイーサリアムのことについてお話しさせていただくと、ライデンネットワークっていうのはイーサリアムのブロックチェーンの外での時間のかかる処理を行い、送金処理の時間を大幅に短縮することができる技術なんですけども、これは、ね、もうちょっと後で詳しく説明しますね。で、このライデンネットワークが実装されたらイーサリアムはどうなるかってことなんですけども、送金速度はもちろんなんですが、送金手数料も安くなる。まさにこれがこの7月に起きることではないかなということなんですよ。で、送金手数料も安くなりますんで、よりイーサリアムの実用性が高まる、要するに価格がぐっと上がることがね、考えられるんではないかなと思いまして、私の方もイーサリアムを、ね、大量取得していたということになります。私がイーサリアムを知った時っていうのはまだね、2万円前後、そして大きく急騰した後に大きく値段が下がって1万5000円前後まで一旦下がったんですよね。で、それが5万円になるまでにどのぐらい仕込めるかってことで私は仕込んでいたんですが、しばらく20万円弱をずっとね、堅守しながら推移しておりましたけども、一旦46万円付近まで上昇して、現在は20万円を切らないレベルで20万円から25万円の間をうろうろしてるって感じでございます。さあ、これがですね、ライデンネットワークが実装されて、送金手数料が安くなると、またね、ものすごく実用性が上がって、将来性が上がって、人気の通貨になるんではないかなと思いますけども、さて、ライデンネットワークっていうのは一体何なんでしょうか。これはこれでね、メモがありますので、ちょっと読みながら説明させてもらいます。ライデンネットワークっていうのはトランザクションの処理速度向上、トランザクションのね、処理速度向上ですよとか、マイクロペイメントを実現するためにブロックチェーンの外であるペイメントチャンネルでトランザクションを処理する技術です。要するに、内側で処理していたトランザクションをその外でトランザクション処理することによって送金手数料と時間を安くするということですよね。ライデンネットワークっていうのはオフチェーン上でトランザクションを処理することで、イーサリアムのスケーラビリティ問題を解決するために提案されたということなんですけども、やっぱりね、横文字ばっかりで意味が分かんないなと思う方は申し訳ないんですけども、一つの単語一つの単語、横文字がね、出てきますけども、それを一つずつ検索して頭に入れておくことによって、この暗号通貨ってものの会話をスムーズにできるようにしていただきたいと思います。簡単に言うとですね、イーサリアムのトランザクションというのは、イーサリアムとイーサリアムのその間で行われていたんですけども、トランザクション自体をこのイーサリアムの経路上の外で行う、オフチェーン上で行うってことによって、処理されたものをまた内側に戻すという作業を、ね、繰り返すことによって、イーサリアム内部への負担を軽くすると、トランザクション内部の負担を軽くするということになると思います。さあ、それでですね、そうですね、イーサリアムのガス代が急落したっていうニュースが2021年の6月18日に入ってきました。その解説がまたね、これまたね、長くなるんですけども、それを機にしてやっぱりね、こういうふうになってきて、イーサリアム全体のトランザクション数は当時ここ数週間で165万件から120万件に減少しているという、そういった背景がありました。暗号資産市場の縮小が挙げられる。要するに今ね、暗号通貨市場っていうのはビットコインはじめぐーっとね、縮小していって資金が外に出ていってしまっている状態なんですよ。その時にイーサリアムのトランザクションも165から120万件に減少したってことですよね。で、DeFi とか NFT によるトランザクションも減少したっていうのは、結構ね、 DeFi っていうのが詐欺が多くてですね、期待して勉強してお金を入れた人が戻ってこないみたいな問題がありました。それによってちょっと市場が冷えてる状態、それが今に尾を引いて7月12日ですけどもね、未だに暗号通貨市場は安定はしてるんですけども、ちょっといまいちなところにいると。ビットコインも370万円前後だし、イーサリアムも24万円前後で止まっちゃってるんですよ。
ちっちゃいレンジを繰り返してるんですよね。ただレンジの後っていうのは必ずブレイクが来ますんで、今仕込めとは言いませんけども、過去にもうちょっと安値で仕込んだ方ね、ビットコイン100万円以下とかイーサリアムもやっぱ10万円以下で仕込んだ方にはチャンスが来るんではないかなと思ってます。ただね、今仕込むのはちょっと危険です。うん、やっぱりもう何と言いますかね、長い目で見たら、まあ、イーサリアムは100万円ぐらいになりますし、ビットコインも1000万ぐらいになると思いますけども、それがいつ来るかわからないので、虎の子の資金を寝かしておくにはちょっと危険かなと思います。ぜひね、余剰資金がある方は考えてみてもいいかと思いますけども、それ以外の方はあんまり考えない方がいいかなと思いますよね。で、この何ですかね、イーサリアムのガス代急落の時に注目するものとして、セカンドレイヤーの台頭っていうのが挙げられてます。特にポリゴンですね、ポリゴン上でのトランザクション数が急増しているということですけども、ポリゴンでは1日あたり約750万件ものトランザクション処理がされていて、以前の150万件から5倍に成長しているというね、そういった背景があります。ポリゴンにはすでに350以上のディファイプロジェクトが存在していると。まあ、このディファイプロジェクトがね、厄介なんですけどね。で、セカンドレイヤーを活用することでイーサリアムのスケーラビリティ問題を解消することができていて、結果的にガス代の影響を受けなくて済むということなんで、ガス代は今ね、下がり続けてるらしいんですけども、実際にどのぐらい下がってるのかってことを比較をお見せできないのがね、ちょっと私の力のなさでございますけども、ただこの7月を抜けて8月、9月っていうのはイーサリアムの正常な価格が予見できるのかなというふうに思っております。要するに値段が上がるというふうに私は踏んでいるんで、大量取得してるんですけどね。まあ、次は40万、50万の壁をいかに超えてくれるかってことによって、今年中に100万円が達成できるか、それともまあね、今のね20万から30万の間で推移して終わっていくのかってことが決まると思います。まあ、いずれにしましてもね、この7月後半から8月の上旬までのイーサリアムが見どころだということでございますね。それでは本日は以上です。イーサリアム、そしてライデンネットワーク、ちょっと少しは伝わったかなと不安な気持ちもありますけどね。それでは失礼します。